皆さんこんにちは。東邦学園専門学校へようこそ。東京アナウンス学院アナウンス科1年松岡美優です。これから私が東邦学園専門学校のキャンパスをご案内していきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。まずこちらはプリズム館学生ロビーです。学生が勉強や会議、談笑ができる多目的スペースです。続いて 1P1 教室、100人以上入れるため特別講座や語学科合同の打ち合わせ、オープンキャンパスや学校説明会などでも使用されます。本日は学園祭本番のスタンバイ中です。それでは実際のテレビスタジオに行ってみましょう。まずはじめにサブコントロールルームです。サブコントロールルームには音声、照明、映像機器が機能的に配置されており、情報番組をはじめバラエティ、ドラマ、音楽番組などあらゆるジャンルの番組形態に対応可能です。続いてテレビスタジオフロア、地下1階と2階を吹き抜け構造にした高さ7メートル、面積160平方メートルの本格的なテレビスタジオです。放送局さながらの作りになっており、実際の現場で使用されているカメラや照明などの機材も常設しています。また実際の映画などで使用されたこともあるんですよ。こちらは照明専用スタジオです。こちらのスタジオはライブハウスを意識したスタイリッシュな空間になっており、全国各地のホールやスタジオで使われている機材を常設しています。スタジオが空いている時間にはたくさんの照明機材に触れることができますよ。校舎最上階の6階に設置され、六本木、渋谷、新宿を一望できるラジオスタジオ、通称スカイスタジオパーク、ラジオだけでなく音声調整も可能なシステムを備えています。このスタジオで放送音響科の学生が収録しているラジオ番組は実際のコミュニティ FM で放送されています。こちらは美術実習室です。美術実習室にはノコギリやナグリなどの工具類をはじめ、衣装制作用のミシンやアイロンなども完備しています。実習室全室にはセットに用いる木材を保管し、自主制作の場合にも自由に使用できます。こちらは機材室です。在校生の自主練習や自主制作活動を全面的にバックアップするため、さまざまな機材、設備の貸し出しを積極的に行っています。スタジオや編集室、カメラなどの機材も使用可能。授業以外の時間を大いに活用して、最新の機材にたくさん触れながら技術とセンスを磨けます。続いては職員室にやってきました。東邦学園専門学校の先生方にインタビューしていきたいと思います。岡崎先生、お願いいたします。はい、おはようございます。放送芸術科を担当しております、岡崎と申します。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。はい、ありがとうございました。続いては本間先生、お願いいたします。おはようございます。学務管理部の本間と申します。学生の皆さんの事務手続きや留学生の担当などをしております。お会いできるのを楽しみにしております。はい、お二人の先生方ありがとうございました。各学科のアドバイザーの先生がいらっしゃるので、入学後も安心ですね。また就職担当や事務担当の先生など、たくさんの先生方が皆さんの学校生活をサポートしてくれます。キャンパス紹介は以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。東邦学園専門学校の雰囲気を少しでも感じていただけたら嬉しいです。それでは皆さんとお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。